ではどうぞ。今宵、令和の虎タイガーファンディングでオールを獲得した中村がセラピスト版タイガーファンディングへと挑む。今宵、セラピスト版タイガーファンディングが開幕する。虎が下す決断は4種類。最もいい決断の場合、全力で応援する。いい決断の場合、相談に乗りながらサポートする。少し厳しい決断の場合、もう少し勉強しよう。最も厳しい決断の場合、出直してこい。業界の強者たちが虎の椅子へ座る中、男の挑戦が始まる。ではまずご経歴をどうぞ。はい、プッシュ中村です。49歳です。千葉県から来ました。最終学歴は脊椎治療協会専門卒です。現在は富士子商品開発ケアグッズを販売しています。では今回の依頼内容をお願いします。今回の依頼内容は自社製品である富士子2の販路を拡大、販路を探すお手伝いをしてもらいたいです。あなたが思い描く未来の姿は。虎共同開発の富士子2で筋肉をほぐすお尻プッシュルーティンを流行らせたい。ではオールワンナッシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザチャンス。はい、では簡単な経歴を教えてください。その経歴は東北で生まれました。スポーツの家族で、ラグビーだとか水泳をやってました。で、高校3年生の時に腰痛になりまして、それが治らない現実を知りました。で、大人になり、専門学校に通って整体を覚えながら、キックボクシングの世界にもどっぷり浸かり、二足のわらじを歩んできました。自分の使命は腰痛の課題を解決していくことだと思って、今活動しております。はい、プッシュさん、今回のプランについて簡単にご説明お願いします。このプランですけども、自社製品の富士子2、そちらお届けしたものがあるんですけれども、セルフケアグッズです。やっぱり整体とかトレーナーの活動をしてきて、軟部組織の調整によって体が変わる、楽になったりだとか動きが良くなるということが分かりましたので、そちらを販売する世界に広めることで、ヘルスケア変えられるんじゃないか、自分のケアと向き合うことが広められるんじゃないかと思って、実は今年2月に令和の虎に出させてもらって、242番目の志願者としてチャレンジして、で結果的にはオールいただいて、2作目、そちらの富士子2が今リリースされて2ヶ月になります。やっぱり開発だとか販路拡大っていうのを考えたんですけども、やはり商社とかにかなわないというか、スピードが出せないというところがあって、資金も足らないというところで、どうか何か力が貸していただけるところがないかなと思ってたところに、このチャンスが舞い込んだ感じです。令和の虎に出られた時の全部は見てないんですけど、一部だけちょっと多分何かで、はい、切り抜きかなんかで見たと思うんですけど、はい、その時はかけられてなかったのは、サングラスは意味があるんですか、なんか。やっぱり岩井社長からも、なんかキャラがなんか不安定だぞみたいなご指摘もあったので、自分でそんな指摘した覚えないよ、はい、なんか変だぞ、変だぞっておっしゃっていただいて、勝手に作らないで。あ、すみません。キャラが変だとは言った。はい、言いました。はい、で、自分らしさって何だろうって思った時に、やっぱり元キックボクシングボクサー、日本ランカーだとか、そういったなんか自分のテイストが出せたら自然でいられるかなと思ったので、無理しないでいられる形っていうのを探した結果、今こうなりました。いや、その格闘技イベントにもし合わせてるんだとしたら、はい、そもそも配信の時期とか合わない可能性十分あるんで、大丈夫かなっていうところもあったんですけど、もう終わった後とかに多分流れちゃいますけど、大丈夫ですか。あ、それは大丈夫です。これから一貫してこれで行きたいなと思ってますので、はい、僕から質問は、はい、整体師じゃないですか。株式会社 3S 代表取締役金子忠、令和の虎志願者としてタイガーファンディングへ挑み、見事完全オールを達成。自身が考案した科学的ストレッチを全国に、その圧倒的技術と知識を武器に多くの患者を救い続けるストレッチキングは、今宵志願者に何を語るのか。で、整体師で、まず質問は、普段どんな治療していて、
で、これはどんな作用があって、どういう腰痛の人に効くのか。これ3つ同じようなことですけどね。っていうお話をしてください。まず、治療っておっしゃったけど、なんかその、体のバランス、筋肉緩めたりだとか、まあ、私なんか治療家だと自分では思っていなくて、そのところはちょっと先に言っておきたいんですけれども、あとはその、筋肉をほぐしたりだとか、あと、まあ、なんでしょう、関節を動かしたりだとかする。まあ、そういうのが、もちろん体に触る仕事なんですけども、まあ、医療となんかちょっと違うのかなって自分では思っていて、枠組みとして、それは私なりにですけども、個人的に医療者の方々と関わってきて、かなりその筋肉の名前だとか、位置関係だとか、やっぱ学術的なものって、やっぱブラッシュアップされてっている感じがしていて、私がその、下かぶりして筋肉の位置とか細かいことを説明する位置にないって自分は思ってるんですね。なので、大まかな説明になっちゃうけど大丈夫ですか、そこは。っていうことは今の話をまとめると、治療家ではないってことですね。治療家っていう名前では、はい、施術家だと思ってます。はい。施術家というのは、その人の体が変えようとしてる人なのか、リラクゼーションサロンでただ60分こうやってる人なのか、A と B だったら B でいいですね、じゃあ。体を変えようとしてる人なのか、ただ単に時間帯サービスをする人なのか、まあ、そうですね、まあ、そういう意味では後者なのかなって感じですかね。後者なんですね。あと商品に腰痛ケアって書いてあるんですけどこの辺はどう考えてますか。言葉で言うとケアと治療ってまた違うと思っていて、はい、ですから、まあ、治療、まあ、トリートメントだとかいろんな英語があると思うんですけども、まあ、ケア、セルフケアだとか、やっぱり筋肉、体を触ることだとは思ってますけども、体を触るイコール治療とは違うのかなって、すみません、言葉遊びみたいになっちゃって。はい、要はだから言いたいのは、はいはい、要はその我々の言ってるセラピストじゃないってことですよね。そこちょっとはっきりしましょう。リラクゼーションってことでいいですよね。あ、それは大丈夫です。はい。ですよね。はい。じゃあそれは中村さんが普段やってることね。治療じゃなくてトリートメントで、いわゆるそのリラクゼーション。はい、これ分かりました。じゃあこれは何をしたいことですか。筋肉を緩める、お尻の筋肉の柔軟性を取り戻す道具ですね。それが腰痛と。筋肉って硬くない方がいいと思ってるんです。普段柔らかいけども硬くなると動きを阻害したりだとかして悪くなると思ってるので、筋肉は柔らかくするようなことを主眼としても考えてるけど、いかがでしょうか。それ大丈夫ですかね。なんかそれに関して思うんですけど、はいはい、腰痛が筋肉が硬くてなってるパターンもあると思うんですけど、はい、痛くてそれを防ぐために硬くなってるパターンもあると思うんですね、うん、はい、でそれをこれに乗ってほぐしてしまうと余計痛みが強くなったりとかするケースも、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうお考えですか。そうですね、なんかおっしゃってることは分かるんですけども、私の経験ではまだないというか、整体の主義の一部をあと道具に落とし込んでいて、まあ、そこの評価を、まあ、こちらのリガナトラでももらったんですけども、今までそういう事故は一切ないので、それは、まあ、これからないからゼロなのかって言われるとあれですけども、今のところ大丈夫な問題ですね。はい。まあ、でも一回今日ってデモをされる予定ですよね。あ、はい、お願いしたいなと思ってます。じゃあ若林さんお願いしても大丈夫ですか。腰痛ケアグッズのフジコ2を広めたいと語る志願者、その効能をトラが実際に体験することに。果たして商品は施術を極めたトラに通用するのか。分かると思うんですけど、一緒触っていいですか。はい。この、まあ、お尻のこの肉の一番トップ厚いところですね。ここだいたい大臀筋、仙骨を挟み込む感じで刺激入れます。あ、こちらですね、お尻の肉厚な一番トップの部分ですね。ここにセンター、じゃあこの道具をこのように当てる感じです。これ寝て使う道具なので、はい、先にじゃあ油というか足とじゃあ一緒にですね、足の裏を合わせて開く感じのやつ。すごい硬くないですか。引っかかりが、あ、パンツのあれですか。あ、でももともと硬いんですよ。硬いですそれはまずいね。そういうとこだよ。そういうとこ。そうですね。
でこれをあの刺激した後にもう一度やってもらって柔軟性変わってるかっていうのも見たいんですけれども。前屈後屈もやった方がいいですよね。腰椎腰痛なんだからこれ股関節じゃないですか。あ、はい、腰痛には関係ないんで。じゃあそちらも一応やっていいですか。で前屈一応って腰痛のグッズなんですよねこれ。一番出るのが、一番出るのがこれなんです。これなんです、うん、一番出るのがこれなんです。でも腰痛のグッズだからほら前に倒れるのが硬いから痛いとか反ると痛いっていう人多いじゃないですか腰痛の人は。あ、まあ、ここの開きと腰痛との因果関係みたいなのを説明してもらう必要があるかなと思うんですけど、うん、その辺ってどうですか。あのどなかったかのお話にもあったかもしれないですけども、やっぱり筋肉 の, あの柔軟性、まあ、見せた方が早いです。だから前屈後屈やりましょう、はい、前屈後屈やればいいですよ。じゃあ前屈後屈出なかったら出ないで分かりやすいじゃないですか、はい、これは前屈後屈なんて効かないんだなってのも分かるんで、はい、そういうとこだよ。あ、でも、でもまあ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 いいじゃないですか。まあまあまあいいですか。ギリつかないぐらいですね。うん、硬いね。硬いじゃあ後屈いいですか。後屈お願いします。はい、結構曲がりますね。骨は、はい、はい、ねじったりするのは大丈夫若林くん。こっち、そう、反対、あ、こっち行かないね。どうすか。あ、はい、大丈夫です。じゃあ左がちょっと行きづらかったですね。じゃあ寝てこれをセットしていただいてですね、はい、じゃあお尻にさっきの位置にお尻を上げて。何分ぐらいかかるんですかこれ。これ1分ですね。1分で、はい、じゃあ測りましょうか。大臀筋に当てるイメージってことですか。そうですね、はい。大臀筋のどこ、ど付け根、それともなんか、どうですか。まあ、腸骨梁にの足がすぐ下ですね。骨に当たらないところ。腸骨梁からすぐ下、こうですよね。あ、腸骨梁というか、そうだな、仙腸関節ですね。あ、仙腸関節のすぐ下あたり、はい、だいぶ下ですよ、これ。腸骨梁の下を狙っていいですか。あ、はい、いきますよ、よーい、スタート。その間にですね、あのちょっと肩回しを5回ぐらい、あの肩甲骨を回すような感じで、はい、やっていただいて、はい、これはどういう理由があるんですか。日本一予約の取れない整体師、整体ピラメント代表川島優輝、彼の腕を訪ねて日本一著名人が来院、業界トップの YouTube 登録者数70万人を誇る業界初のタレント事務所に所属、ホリプロデジタルエンターテインメント所属の若手カリスマ整体師は志願者に手を差し伸べるのか。これはどういう理由があるんですか、回すのは。イメージでは電気が緩んでいるときに、あの腰線関節のあたりがあのフリーになっていて、まあ、陽子っていうんですかね、連動性が上がるって思ってるんですよね。その緩み効果がすごく出るので、まあ、骨盤矯正のと似てますかね。なるほど、はい、骨盤矯正の状態と似てるので、じゃあこの膝の曲げ伸ばしを5回ぐらいずつ、こうですか、あの右足から、足から、はい、感覚的にはなんか痛気持ちぐらいですね僕は。あ、本当ですか。じゃあいいですね。3、はい、4、あと5秒です。5、じゃあちょうど収まるぐらいですね。はい、1分です。じゃあ起き上がっていただいて、さっきの股関節を開くやつをもう一度やっていただいて、随分硬かったけど、どうかな、うん、うん、ちょっとぐらいですね。まあ、少し、まあ、ほんの少し、はい、ほんの少し、ですね、すごく変わってはないですかね。これあの左右のこのアンバランスがあると分かりやすいんですけどね。あ、はい、体感的にも多少変わったかなって感じですね。はい、ありがとうございます。前屈と後屈を、はい、じゃあちょっとですね。気持ち、もうつきそう。あ、1センチぐらい。気持ち、それさっきギリでしたもんね。はい、後ろはさっきもなんかお顔見えて、ああ、でも一番変わってる感があるのは後ろですね。あ、楽そうでしたね今、はい、はい、さっきからもお顔見えたけども結構はっきり見えたんで、はい、はい、ありがとうございます。まあ、こういう感じで、まあ、可動に関しては1分でちょっと変わるっていう感じですね。骨格も動いてるんじゃないかなと私は思ってます。はい、ちょうど僕ね、痛みがあるんで1回お願いしたいです。腰痛のちょうど今、あとから来ましたね。後屈が一番痛み出ますね。はい、こっちの方が、うん、はい、ああ、結構ですね。はい、取れました。なるほどですね。はい、みんなつかないですね。そうですよ、硬いですよ。はい、はい、はい、回線大丈夫ですね。まあ、それ柔らかいですね。すごい、すごい柔らかいです。で、
じゃあこういう人には効くんですか。一番いいのがやっぱりあの今レビューの中でもやっぱり痛みに一番、うん、腰痛いやいやいや、もう股関節はさっき若林君が硬かったじゃないですか、はいはい、柔らかいじゃないですか、はい、こういう人にも効くんですか、腰痛に。大丈夫です大丈夫です、はい、メインこれですもん、メイン腰痛ですもんね。まあまあまあ、だから消えればいいんですよね、要は腰痛が。これ速攻を見せるのがちょっと初めてというか、じゃあ筋肉群あの一番分厚いところにこれを刺すか、エッジを刺します。はい、じゃあはい、お願いします。よー、ちょっと調整を、はい、スタートですか。はい、痛すぎないですか。大丈夫です。じゃあゆっくり肩回しですね、1秒間隔ぐらいで。先生、腰椎のどのあたりが痛いんですか。下部腰椎が痛いんですけど、じゃあもうこれも、これ座骨神経のあれですか。梨状筋ではないと思います。でも広い範、結構エッジが長いので広範囲で電筋全体ですね。やっぱりでかい筋肉群なんで、やっぱり硬いとやっぱり支障が出る、そんな考えですね。はい、じゃあ OK です。じゃあ起き上がってみて、で痛みが軽くなってるかどうかお試しください。前屈からですか。いますね、うん、はい、少し、まあちょっと、うん、はい、まあ、電筋刺激みたいな感じです。そうですね、はい、はい、まあ、ちょっと言ってみますか、うん、感じ的にはどう。感じはまあ確かに痛みは消えてますけど、まあ、はい、お尻の圧を加えられて痛みが消えてるっていうのは多分根本的な痛みっていうよりは神経的なその移動みたいな感じですかね。ペインシフトしてるってことですか。ペインシフトの方が、うん、ああ、なるほどなるほど。ペインシフトっていうのは痛いところがあるとそっちに行ってしまって誤作動というか痛みの勘違いをするっていうやつですね。やっぱ臀部ってやっぱり厚みもあって でかい筋肉なんで、あの硬いのがほぐれば当然影響はありますと思ってます、はい、これはもうここにしか使わないんですか。これ基本的に そこが一番変化が見込めるところなので、他のところに使っても意外とこの感じがいいっていう評判もあるので、はい、でも最初ここを覚えてほしいです。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、開業じゃないか。はいはい、まあ、もともと柔らかいからね。そこは中厚ですね、うん、はい、スムーズ感ありますね。 OK です、ありがとうございます、はい、あのビジネス的な質問なんですけど、この、はい、企業団体をつないでくれた場合、はい、20% のバックっていうのを株式会社理学ボディ代表取締役木代拓也、全国43店舗展開、体の痛みに特化した筋膜整体で整体業界に革新を起こす。理学療法士を先導し、最高の技術で世界を健康に導く。今宵理学療法士の言うに志願者が挑む、はい、20% のバックっていうのを、はい、これはあのなんていうんですかね、企業に販売していきたいんですか、それとも企業を通じて、例えば僕が整体院をやってるんですけど、グループ整体をやっていて、でそこの、セラピストが現場であのお客さんに対して販売してほしいということなんですか。 あとですね、まあまあ、その2通りがありまして、まあ、1つはその卸じゃないですけども、あの商社としてあのいっぱい流してくれるところと、あとはそういう施術院あのセラピストの方なんかがお客さんにやっぱり販売するのもいいと思いますので、まあ、その2種類があるかなと思ってます。でそのバックとかはその 20% っていうので考えてます。なるほど。なんかあのこれをもしグループ員にあの入れてスタッフがお客さんに販売するってなると、やっぱスタッフも一生懸命こうずっと自己検査してきて、あのそのこの施術をやりたいって言ってそれぞれの会社に入ってセラピーを提供してると思うんですね。でそうなってくると、これを入れて現場でしっかり販売するには これを使うことで腰痛がなんで良くなるかっていうことをもう少し説明がないと、僕らも現場に入れるときに現場の納得感を得られなくて入っていかないと思うんですよね。なので、はい、そのこれを入れることでなんで腰痛が良くなるかっていうことをもう少し聞きたいなと思います、うん、はい、まあ、筋肉腰痛が出るときにやっぱりいろんなところをチェックすると思うんですけども、あのお尻の奥って見落としがちだと思っていて、だから良くならない腰痛って結構ある。あの普通にこう金子さんおっしゃったようなリラクゼーションでは取れないやつがお尻の中にの原因として残っていたら、それを取ってあげることで変わりますよねっていうので、あの厚みがあるところで指でも入んないんですよ、私がやってもなかなか難しくって。だからこうやってこういう体曲げてもらったりだとかして肉群を薄くしてあげないと触れないものがそれで触れるっていうところで、施術が しやすくなるっていうあの考え方であの考えてもらえるといいのかなと思ってますね。なんかその、はい、
プッシュさんが普段もともとやっていたような施術を全入れていきたいところがやっていたんであれば、まあ、今の説明でギリ大丈夫かもしれないんですけど、こう治療院ってそれぞれやってることが違うじゃないですか。ということはその指が入らないというか、そもそもそこに指を入れてやるような施術じゃなかった場合って、なんでそこに指を入れていくのかっていうことの説明だとかっていうことから必要になると思うんですよね。その辺ってどうですか。なるほど。そうですね、やっぱあのお客さんにもしも売るとすれば、患者さんに売るとすれば、やっぱりその普段こう触れないところだとか見逃しがちなところっていうのをお家で自分でケアできるよっていうような話し方はいかがでしょうか。やっぱりその見落としポイントだとか、あの自分で奥まで触るような方法論があるよみたいなお話し方だと、あのいつもと違うところを自分で触れるんだなっていうようなあの言い方ができるのかなと思うけど、いかがでしょうか。いや、多分質問と答えが噛み合ってなくて。本当ですか。はい、質問してるのはどういう基準であそこの部分がほぐれると腰の痛みが減るのかっていうことを知りたいんだと思うんですね。そうですね。その施術の中身、どういう基準でそうなってるのかっていう説明がないことが問題なんですよ。失礼しました。それで言うと、あの、まあ、腰痛を感じるときにいくつかの重要なポイントが、チェックポイントがあると思っていて、その中の重要なポイントの一つがお尻の奥の筋肉だと私は思っています。なので腰痛に関係あると思っています。その思ってるのは分かるんですけど、はい、それを主観的にではなくて、まあ、なんかエビデンスとまでは言わないですけど、もう少し根拠のある説明がないと現場のスタッフも、ずっとこう施術に対して本気で向き合って頑張ってきてる者たちなんで、今の説明だと納得できないと思うし、僕もあの社長として部下にスタッフにそれを落とし込んでいくのが難しいなと思います。なぜフジコ2で腰痛が改善されるのか、志願者の回答に虎が納得するものは未だない。続く後半戦、議論は激しさを増す。プロの人たちにプロ的な説明をなしで協力を得ようと思ってるってことですか。逆にですね、私こういった話をして、ああそうだよねって言ってもらえると思ったんですよね。知ってるよって教えの逆に